必ず根津子を人間に戻してみせます。やられたらやり返す。一の方。フイゲ返しだはい、ということでございまして、えー、境柱の、えー、ウェルダン穂ずでございます。いや、ちゃいましたね。あのー、加減の6。半沢直樹モノマネ芸人加減の6の、えー、ウェルダン穂ずでございます。いや、すごいですよ。皆さん。鬼滅の刃。 の映画僕、あの、朝5時に起きて、7時の上映の最速上映会、あの、船橋のララポートで見に行ったんですけども、これちょっとネタバレになっちゃうんですけど、ネタバレになっちゃうんですけど、あのー、映画泥棒、新しくなってました。<laughs> すごいですよ。パルクールしてました。これネタバレになっちゃうんですけど。あの、まあ、まあ、街中とかすごい、なんすかね、街中をさ、こう、ブワーって、塀とか乗り越えていく、あの、競技やるじゃないですか、パルクールってやつ。あれやってましたよ。僕、 あの、ララポートって、朝ね、入れないんですよ。映画始まる前の7時だから、7時上演ってことはもう6時とかに着くんですけど、どこもね、閉まってるんですよ。入り口が。入るとかわかんなくて、僕本当にパルクールみたいに、いろんな塀の乗り越えましたよ。カバンをバーンって投げて、いろんな塀を乗り越えて、映画館にたどり着いたっていう。裏口から入っちゃったからね。すげえ怪しい人。結構みんないるんですよ。裏、裏から入ってくる人がいっぱいいて、迷ってる人がいっぱいいるんですよ。 迷っている人、あいつもたどり着けてないな、みたいな感じで。映画館にやっとたどり着いてみたんですけど。で、びっくりです。皆さんこれ、要注意。パンフレット買いに行くじゃないですか。並んで。僕ね、いろんなグッズがあるんですよ。ボールペンとか買おうかなと。煉獄さんのね、ボールペン欲しいなと思いながら。でもまあ、ちょっとお金もないしね。ちょっとこれ、今日はパンフレットだけにしようと思ったんですよ。パンフレット。ね。プログラムってあるじゃないですか。これにしようとしようと。700円かな ?800 円かなまあ、1200円ぐらいかなと思って行って、レジに行くじゃないですか。で、なんか前の人がね、 通常版か、豪華版かって聞かれてるんですよ。まあまあまあ。まあ、豪華版って言いますよね、こういう時はね。映画館だし。だいたいスターウォーズとかって、1200円の通常版と、1500円の豪華版とか、300円くらいプラスで、ちょっとね、あの、表紙がかっこいいやつとか、材質がいいやつがあると思うんですけども。はい、じゃあ、もちろんね、僕も豪華版って言ってたんですよ。まあまあ、そこはね、豪華版にしようかなしたら、はい、3000円ですって言われて、倍返して 倍返しじゃないですか、これ。びっくりした、ゃ僕、通常版の値段は多分僕ね、もう調べないです。もうし、調べたら泣いちゃうと思うんで。いきなり朝から僕倍返し食らったんで、皆さん気をつけてください。あの、通常版、豪華版はちょっと倍返しを食らうんで。そんな感じでね、これです、ちょっと。見てくださいよ。確かに超豪華なんですよ。ね。豪華版って書いてあるでしょ。いや、豪華すぎるよ、これ。見て、この太いの確かに、 鬼滅の刃ってコミックスがね、2000円とかで売ってるんですよ。豪華版のなんか新しいやつも。僕も前のやつ1200円とかのやつ買ったんですけど、3倍とかね、値段が2倍3倍当たり前って考えたら、豪華版は3000円だったか。と思うんです。これ、だから、ちょっとね、僕、別にいいんですよ。なんかツイッターも、なんか、あの、鬼滅の刃の、鬼滅の刃も錬金術を始めてるとかがちょっとなってたの。いいんですよ、全然。ね。豪華版もね、あってもいいじゃないですか。ただ、 超豪華やん、これ。豪華版というよりも超豪華なんで、超豪華版って言っててくんないと、値段もしたらね、あ、ま、超豪華だから高いなと思って。僕、これね、あの、この間終わったドラマのお金の切れ目が濃いの始まりだったら、めちゃくちゃ怒られてますよ、僕。こんな映画のパンフレットに3000円も使う人とは、私はお付き合いできませんって絶対言われるやん、3000円。せっかくなんで開けてみましょうか。さあ、 早速開封動画にね、こうして、しちゃいましょうかってことで。これ、豪華版、いや、もう、だからほんとボールペン買ってたよ、ほしたら。仕事で使うね、ボールペン。僕最近ね、仕事で使うものちょっといろいろ買ってるんですよ、こういう。オタク、オタクって言ったらですけど。あ、あ、通常のパンフレット入ってます。これがね、これは多分通常のパンフレットなんですよ。これは箱が、まあいい箱ですよ、これ。ほら、入っちゃう。で、うわ !CD ついてる おーオリジナルドラマ CD ついてる !CD 買ってもうたでいやいやいや、パンフレットに CD ついてるって、もう豪華版とは違うでしょう扱いが。CD ついてるで。そら3000円するわ。待って待ってこれ。CD 付きやん、したら。パンフレットの CD 付きやん、これ。ね。ややこしいな。パンフレットの CD 付きってたらまあ3000円するだな、これ。って思うじゃないですか。 そんな感じで、まあ開封動画もう終わっちゃいましたよ。そんな感じです。ということで、鬼滅の刃、朝一で見に行ったので、えー、っとね、まあネタバレ、あ、豪華でしたよ。あそんな感じです。<laughs> 泣いてる人がいっぱいいました。はい、そんな感じでございます。やられたらやり返す。大返したベルダンホズミでした。